え皆さん、たびたびすみません、とっぴりになるんですけども、えっ、ー、と、先ほどですね、あの交通事故の動画を上げさせていただいたんですけども、結構、あの私的にはですね、あの大きな怪我もなかったので、結構面白い話かなと思ったんですけど、あのたくさんのあの心配のコメントとですね、あたっこ師匠。 えっと、励ましのお言葉をいただいて、あのー、大変ありがとうございました。ちょっと不謹慎だったかなと思って反省してます。すいませんでした。あのー、本当に、いつもですね、ありがとうございます。えー、ご右衛門とですね、メロンの方も、えー、私の方が代わりにお礼を伝えさせていただきます。ありがとうございます。で、ちょっとあれからですね、あのー、まあちょっと田舎の方なんですので、あのー、 相手様のですね保険会社さんのほうから連絡があってでそのやり取りもですねあの特に無事に終わったんですけどもそしたらあの結構年配の方だったのであの私の携帯の方に連絡が来てですね「あの本日はすみませんでした」っていうふうなあのことを言っていただいたんですよねであのまあ自転車と 車ですので、過、ま、失、あ、割合が結構出たりするんですけども、あの向こうの車もですねあの、多少傷ついてたとは思うんですけど、あのそういうのは結構ですので、お体治してくださいなんて言ってくれたので、あの、まあ、自転車の方もですね、まあ特にいいやった方たちで、あのまあ、病院の方に行くところだけすみませんというふうな形で、あの いい意味でのそのそはででできたと思うんですけどもで最初はですねやはり向こうの方がこう電話かけてくれた時にですね、まあ、ちょっとテンパってるというか形であの、まあ、動画の通りですねあの声もそうなんですがあの顔があまりこうよろしくないものでですね私の場合はでせっかく電話かけてくれたのにそれじゃあちょっとと思ってあの なんていうんですかね。こう話しやすいような雰囲気を出せたらいいなと思って。そしたら結構、打ち解けるというわけ、みたいな形で結構話が盛り上がってですね。いや、本当に、あの時はちょっとよそ見してまして、なんて言ってて。そしたら、急に、あの、太った人が、あの、転がってましたんで、ね、つって。んと思って。<laughs> 打ち解け、打ち解けすぎじゃないかな、と思って。で、ちょっと面白いなと思ったんで。 失礼だよねっつって言ったんですよ <laughs> そしたら「すいません」って <laughs> なんか太ってる人があの転んだんであの衝撃がすごいんじゃないかなって思いまして」ぶ,ぶつかったのぶつかったのねあなたじゃないですか」とは言いませんでしたけど「失礼ですよ」ってちょっと冗談で言ったんですよ。で言って「<laughs> せめてガタイがいい」とかねちょっとそういうふうに言っていただけると嬉しいんですけどって言ったら。 ああのがたいがいい方があの転びましたんでいやもう今更おそおそ遅いよって言って <laughs> <あの笑>言っててもうなんか怪我よりもですねそんな精神的なそのもら攻撃の,の方がですね結構痛恨の一撃のように今食らっててまあちょっとへこんでみたいなまあレッドブル飲んでみたいなまあそんな形だったんですけどもええあのたぶん 大丈夫だと思いますねはい <laughs> またもですねこんなあの雑談の話をさせていただいてるんですけど結構あの皆さん見ていただいてるんだなと思ってあの本当めめちゃめちゃうれしいんですけどはいあのこれからもですねあのちょっと面白い話ができるようにですねあのコミュニケーション能力を 高めながら、得力を磨きながらですねあの、動画の方をさせていただきたいと思っています。えー、本当にたくさんのですね、あの励ましのコメント、えー、そしてしご心配のですねあの、コメントいただきまして、いつもありがとうございます。はい。<laughs> そんな形であの、日々ですね、ダイエットの方を頑張っていきたいと思っています。太っちょのトッピからでした。どうもありがとうございました。皆さんおやすみなさい。失礼します。